こうなりたいんですって言うけど、僕ほんまに高校行っても何になりたいか分からんかった。何になりたいかって決めとるみたいな子って僕からしたら嘘くさいの。もうほんまに分からんかった。働き出しても分からんかったし、最近やっと分かった。あ、僕が講師オーディションに出た時に、あ、僕はこういう話を今していく必要があって、こういう話を若い人たちが聞きたいって言ってくれる。あ、すごいありがたい話だなみたいな。だから今日みんなに本当に気づいてもらいたいのは、伝える力ってこうやって僕言っとるけど詐欺みたいなもんです。伝える力って何ですかって言ったら、みんなスキルとかああいうのを聞こう思って聞いとるはずなんよ。教えることはできるけどほぼ役に立たない。それはここができてからの積み重ねのもんで、うん、でもみんな今もう答えがあるもんだって洗脳されとるよ。学校行って100点取るための答えは全部あるから。でもそれを真に受けたら、でもそういう人だから Facebook 見たりして、みんなええ生活しおるの、自分とは全然違うわみたいな。テレビ見てタレントとかの話を見たら、わあタレントはすごいいいな、自分はなんか惨めだなみたいな。テレビのドラマは嘘だからこれ本当に若い頃にはすごいこう気づいてもらいたいし、見てもらいたい、うん、うちの息子なんかもね、父さんテレビで